親愛なる地球人の皆さん、こんにちは。私たちは今日皆さんが困っている時にサポートするために来ました。移行期間があまりにも長引いてしまったため、皆さんの多くが失望に陥っていることと思います。外部要因だけを考慮しているため、そのような印象を与えます。あなたには、あなたがグローバリストと呼ぶ人々の計画に従って、全てが人里離れた道に沿って進んでいるように見えます。しかし、人類の完全奴隷化という彼らの計画が成功するというシナリオは、皆さんのタイムラインから消えてしまっていることをお伝えしたいと思います。しかし、ある種飛び去った飛行機が残した痕跡が、幻のように後を引いているかのように、物質レベルでその反響が鳴り響いているというのが現状です。どのように、そしてなぜそのようなことが起こったのでしょうか。この夏、潮目が変わりました。その時が2つのタイムラインの交点でしたが、その時からそれぞれ独自のシナリオに従って展開し始めました。この夏は今後の皆さんの運命を決定づける最も重要な選択をすべき象徴的な岐路となったのです。しかし、そのような時は人類全体が集合意識のレベルで選択を行うべきです。この岐路では、天秤のように人類の5次元への移行に必要な全てのパラメータが測りりかけれました。つまり、全般的な波動レベル、人々の意識の段階、目覚めた魂の数など、各人の微妙な精神発達度合いのパラメータです。この夏、人類はこれまでにない最大の進化に飛躍する準備の度合いを見る重要な試験に合格しました。この試験は見事に合格したとは言えないものの、人類はなんとか次のクラスに進むことができ、順調なタイムラインに乗っています。そして、ここでの主な助力者は、3次元世界で何百回も転生する間に火と水をくぐり抜けてきたあなたたちの魂でした。他の誰とも違って、魂はあなたの全ての問題、浮き沈みを見て理解していたのです。しかし、重要なことは、魂は3次元の二極世界を抜け出して愛と光の世界に帰るという、あなたの最大かつ最も大切にしている願望を知っていたということです。そして、純粋で成熟した人間の魂のこの願望は、他のすべての魂に勝って人類が5次元の世界につながるタイムラインに沿って進み続けることを可能にしました。現在、人間として転生した闇の勢力の代表者たちは、彼らの発展シナリオに従ってより早く地球を去り始めますが、アセンションを選択した人々は、加速した速度で目標に向かって前進することになります。そして、私たちは、あなたがこの道のすべての障害を克服できるよう、非物質レベルからお手伝いできるよう最善を尽くします。